にちは、自然を加工チャンネルのくにこです。今回は河原で冬芽を探してスケッチしました。ここはですね、私がいつもぐるぐる歩き回っている場所ですね。河原には鬼ぐるみと同じぐらい柳の木がたくさんあります。どれもとっても大きな木です。柳もいっぱい種類があるみたいですけど、これはしだれ柳でいいと思います。柳は湿った場所を好んで早く育つので、川岸を守るために植えられたということもあるのかもしれませんね。柳の木は四有一種なのだそうです。面白いですね。私がスケッチした木はどっちなんだろう。春になったら花を観察してみます。春がとっても楽しみになってきました。この枝の先端に葉っぱが少し残っています。柳は春から秋にかけても葉っぱを落としたり生やしたりするので、水の中の虫の餌になったり、その虫は魚の餌になったり、川に張り出した柳の木陰が魚の住処になったりするそうです。冬芽はまだとっても小さかったです。そして枝に交互についていました。枝が垂れ下がっていたのでとっても描きやすかったです。次にえのきの冬芽が描きたくて、木の周りをぐるぐる回っていたんですが、描きやすいものがなくて諦めました。で、そのえのきの下には青々とした葉っぱをつけた別の木が寄り添うように生えていて、でオレンジ色の実がついていました。実は、ピンク色っぽいのが、パックリ割れて、中からその朱色の4つの実が見えている感じでしたね。で、鳥がこの実を食べているところを私は見たことがありませんが、赤に近いから好きなのかもしれないなと思いました。葉っぱの付け根には芽がありました。てっぺんの冬芽を描きましたが、下の方は対になって生えていました。クワの冬芽を描きました。枝は灰色がかった焦げ茶で白い点々があります。冬芽は明るい茶色で、着物の襟のようにこう互い違いになっていました。葉根は丸いです。葉根っていうのはなんか葉っぱが木の枝から落ちた後にその枝に残る傷跡のことだそうです。これは枝に互い違いについていました。最初パッとこの全体、この木が何かわからなかったんですが、枝に残っていた葉っぱの形を見てクワだと分かりました。今回ね、クワを描く前に重大なことに気がつきました。お気に入りの筆で万年を落としちゃったみたいなんですね。重大って言っても、まあ、私にとってはってことなんですが、いつも胸ポケットにボールペン、筆で万年、サングラス、手元撮影用の古い iPhone が入っていて、で iPhone を取り出した時にどうも落としてしまったみたいなんですね。でさらにいつも使ってるお気に入りのサインペンのスーパープッチも家に忘れてきていることに気づいて、なんかその場でちょっと青くなりました。というかモチベーションがずーんと下がってしまっていました。でこのまま家に戻ろうかとも思ったんですけど、天気もいいし、今日しかないなと思って、引き続きボールペンでスケッチすることにしました。ノイバラの茂みに近づくとトゲが刺さって、とっても痛かったです。枝の先の方には赤く熟した実がたくさんついていました。葉っぱも少しは残っていて、冬芽は互い違いについていました。色は赤くて、で形は三角でタケノコみたいでした。トゲの下に冬芽がついているっていう感じでしたね。次に鬼ぐるみの冬芽を描きました。この葉根はいつ見ても面白いですね。私が描いたのはなんか骸骨に見えましたが、羊や猿に見えるのもたくさんありますよね。きっと、フェルト生地みたいな感じのテクスチャなの で動物に見えるのかなって思いました。このてっぺんの葉っぱの塊のようなのが冬芽、ラガです。でそしてこの、目や口に見える部分は、
養分や水分などの通り道なんだそうです。そして、ジーバシの近くにある木の実冬芽もスケッチしました。葉っぱの形が違うので、これは、卵型ですね。で、さっきのクワとは違うなと思って描いたけど、どうも冬芽も葉根も枝の感じもそっくりで、これもやっぱり山グワかなって思います。山グワの葉っぱは卵型から、3つに分かれた葉っぱも見られるし、もっと多く裂けた葉っぱもあるそうなんですね。で、若い木の方が、3列したり、もっと複雑に裂けた葉をつけるということです。で、観察するとうちの近所の河原にはとってもクワの木が多いことが分かりました。帰りにモズがすごく大きな声で威嚇してるなと思って、で、周辺の木を見渡したりしたら、高いところに鳥が止まってるのに気がつきました。逆光だったので最初カラスかなと思ったんですけど、カメラを向けたらチョウゲンボウでした。まさかあんな小さなモズがあんなに大きな、自分の体よりずっと大きなチョウゲンボウを威嚇していたので、なんか鳥ってすごいなと思いました。さて、筆で万年を失ったのがすごくショックで、帰ってきてからずいぶん悩みましたが、Amazon で注文しました。同じ筆で万年でもプロフィットという少し値段の高い製品があります。それはキャップにフックがついているので、ポケットに刺すとき引っかかるのでいいのかなと思ったんですけど、ペン先の角度が55度っていうのがちょっと気になりました。で、私は結構ペンを寝かせて書くタイプなので、55度だとすごく太い線になってしまうと思って、前回と同じ40度のものを買うことにしました。で、それにまたね、落とす可能性もなきにしもあらずなので、けれど、可愛いと思っていた、白は売り切れていました。で、まあ、考えてみるとインクの詰め替えの時に白い万年筆だと汚れてしまうっていうのが気になっていたので、今回は、黒じゃなくて、紺色を買ってみました。これでまた気分よくスケッチに行けそうな気がします。それでは、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた。